次ののの大統領選選挙の前哨戦となるダブル市長選の投票が始まりまりした韓国で首都ソウルと第2の都市、プサンの市長選挙が始まり各地の投票所には朝から多くの人が訪れています。 2つの市長選はムンジェイン大統領の任期が残り1年を切り、次の大統領選挙の結果を占う前哨戦とされています。投票は午後8時までで、夜遅くには勝敗が明らかになる見込みです。世論調査ではいずれも野党候補が優勢となっています。